ダメだ。もう体調も、正直言うわ、もう体調も配信も絶不調だわ、今月。本当に不調だわ。もう全部不調。まあ、もう本当に言いたくないんだけど、言って何が変わるっていう感じなんだけど、もう無理、限界。もう認めないとダメだ、これ。本当に不調、配信が。原因がわかんない。本当、アドバイス欲しいぐらい。なんでこんな売り上げ落ちたのかもわかんないし、なんでこんなリスワン取れないのかもわかんないし、ほんと調子悪い。スランプだよ。また壁が来たよ。ほんとね、ふわっち来てからね、トントン拍子だったけど、5ヶ月間ぐらい。まさか自分がこんなことになるとは思わなかったよ。なんでなんだろう。格闘技配信をね、境にね、ちょっと調子悪いっすね。あ、もう言霊を信じてるから、あんまり自分で言いたくないんだけどね。体調悪いとか、調子悪いっていうのは、ほんと乗らない。なんでなんだろう。もう全部歯車がね、ちょっとだけずれてるんだよね。ちょっとだけ全部ずれてんの。雑談も普通にやってるはずなんだけどな。なんなんだろう。配信の数が足んないのかな？減ってんのかな？配信の数。結構やってるつもりなんだけど、自分では。データで見てないからわかんないけど、全然わからん。みんなどんな感じなんだろう。ネットはさっき繋がりましたね。ほんと苦しい時期入ったよ。何なんだろうな、これ。配信者が増えて分散したのかな。参ったわ。お、亀尾さんいらっしゃい。英気を養うとき、オーラに疲労を感じる。ああ、まあ、風邪ひいてるっていうのもあるんですけどね。風邪ひいてるのと練習疲れと、やっぱもうトリプルワークぐらいの感覚なんですよ。僕としては配信がメインで、で、まあ、あと仕事もやってて。で、格闘技は別枠で考えてるんで、練習とかは。だからもう頭いっぱいいっぱいになってて、多分疲労がすごいんだと思いますね。ふわっち人増えたよね。だから本来チャンスなはずなんだけど、この波全然乗れてないんだよね。おい、ワトツー。サファイアいらっしゃい。ちょっとね、乗ってないですね。ちょっとのこの波に乗っかれてないっていうか。だから原因が分かんないものはさ、ほら、俺理屈屋じゃん。理屈で何でもさ、こね回すタイプだから、理屈で納得いかないことはさ、理解できないっていうふうに判断するのよ。合理的じゃないものは。何なんだろうな。不機嫌そうに見えんのかな。仕事は A 型作業所っていうところで働いてますね、僕は。障害者の施設ですね。閲覧はそんな悪くないかな、正直言うと。ただ、リスワン2位が5回なんだよ。もう1位をことごとく僅差で取りこぼしてんだよ。何十人何百人っていう差で。取れるのに取れてないっていうのが現状かもしれない。あ、仕事行ってらっしゃい、バレーニャさん。休養取ったら今月やばい。もう食っていけない。家賃払えないとかそういうレベル。残りもう9日間でしょ。俺今月今手取り11万だもん。10万いってるかな？ 11 万だと思うけど。今の手取り見てみようか。今月の。11万だね。やばいよ。もう20万切ってるもん。もう大ピンチだよ。プロ失格ですよ。本当に。参るな。旅配信の前にこんなことになると思ってなかったから、もう本当に苦しい今。プレッシャーがパないね。まあ、いいんだけど。いいんだけど、いいんだけど、何なんだろうな、今は。
疲労感が出てんのかな。あんたたち行くわよ、ケビ。いや、今月は払えるけど、来月から不安だよ。今月は払える。なんだろうな。これだな、ニコ生の雰囲気が出ちゃってる。俺もね、それ感じてるんだよね。最近ニコ生リスナーがすごい来るじゃん。すげえイライラしてて。それはあると思う。なんか、キャラ壊されてるっていうか、すごいイライラしてること多いんだよね。五輪制の言うの多分合ってると思う。来月からっていうか、これは良くないね。ニコ生の時見てたけど、ふわっちはいい人ですね。いや、別に、普通にやってるだけだよ。ニコ生はなんかリスナーが合わなかったって感じで。普通。別にいい人演じてるとかそういうのないよ。やりやすいっていうだけ。でもなんかイライラは出てるよね、だいぶね、顔に。多分ね、格闘技の時にね、やっかむやつが多いんじゃなくて、ニコ生からリスナーがすげえ流れてきてやりづらくなってるっていう部分あると思うんだよな。多分、ヨッサンが一番でかい流れだと思うけど、最近ニコ生の人がふわっちすごいやってるから、リスナーの数が爆発的に増えてんだよね。正直やりづらいよ。ニコ生リスナー全員が嫌なやつだとは言わないけど、基本的に相性は合わない。俺別に炎上させようなんて思ってないよ。俺普通にやってる、普通にやってる。全然。あんまりそこはこだわっても意味ないし。まあだからニコ生やめたわけだしね。つまんねえと思ったから。くだらねえし。稼げねえし。稼げて楽しくてさ、いい人がいっぱいいるところでやった方がいいじゃん。俺はだからふわっちどっぷりだね、今は。ニコ生はニコ生でいっぱいいいとこあんだけどね。すごいよ。こんなの、今の流れてるコメントなんかもう、吐き気がするって言われてるぐらいですよ。要は信者が多すぎるとか。死ねとか勝つとか、もうそればっかりだから こういうの枠でしょ？マーシャルみたいなさ。めんどくせえじゃゴミだよね、本当に。まあまあ、あれはあれでいい経験できたから、生主としての基盤を築いたのは俺はあそこで築いたわけだから。で、キャス系の配信者よりも、あそこでやってたっていうことは俺実績につながると思ってるのよ。配信者としての。経験としてはいい経験させてもらったと思ってるよ。生主力はついたよね、確実に。そうだよね。コメント荒れてるとね、コメントする気がなくなっちゃうんだよね。いいリスナー取りこぼすから、俺ももう、ゴミみたいなのを速攻ブロック入れるようにしてる。セクシンゴーがあなたも三流配信者って言ってましたよ。あ、そうなんですか。
稼ぎが閲覧は減ってない、正直。ただフォロワーの伸び率はもうグダグダだね。ニコ生関係者増えたね。ニコ生怖い。ニコ生月額があるから、フワッチみたいに無料できる配信アプリは嬉しい。そうだね。月額500いくらかかるからね、見ようと思ったら。無料が基本だよ、今の時代は。有料サイトは古いよ、やり方が。企業の経営体質としてやり方が古いと俺は思ってる。だって無料で見れちゃったらさ、無料の方に流れてくでしょ、リスナーは。そういうもんだと思うよ、俺は。誰もいないからだよ、今。名だたる配信者いないじゃん、朝方は、ふわっちは。でしょ？見るのがないんですよ。閲覧を増やそうと思ったら誰でもできるからさ、ある程度の配信者なら閲覧増やすのは全然苦じゃないよ。ただキープさせることが難しいんだよ、閲覧って。あとフォローしてもらうっていうのがすごい大事だよね。やっぱり好きになってもらうとか、ファンになってもらうっていうのが一番重要な作業だから、閲覧に振り回されてる配信者はダメだと思うよ、俺は。トモさん、花火ありがとう。トモさん、ありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとフォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、スカイさん、コウゼイさん、ニノさん、マックキューさん、ヨシさん、フォローありがとう。ありがとうございます。ニコ生は見る分にはタダだけど、タダだと追い出しされる率が高くなるって言ってた。まあ大手配信者見るんだったら、まあ不可能だと思った方がいいね。スクラン上位の人とか人気配信者を見ようと思ったらタダでは見れない。仮想配信者だったら無料で見れるんだよね。でもさ、やっぱり有名どころ見たいわけですよ、リスナーさんは。横山みどりとかさ。ああ、見れないよね。トモさん、ハートプレゼントありがとう。ハートありがとうございます。嬉しいです。ふわっちってニコ生の FX 配信者多いけど相性いいのかね。あのね、実はふわっちは FX に興味ある人すっごいいっぱいいるの。FX 配信者ってだけでも500人とか閲覧取れるから、今ね FX 配信やるんならふわっちが一番熱いと思う。 FX は超盛り上がってるよ。 FX でもうみんな閲覧稼いでる。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。彼女元気だよ。焼き芋さんいらっしゃい。楽しんでってください。FX 儲からないのかな？どうなんだろうね。人によるんじゃないかな。儲かってる人はすごい儲かってるイメージがあるけど、FX は。ただ俺はバイナリーオプションに関してはもう完全にアラギャンブルだと思ってるね。ギャンブルだけど、FX の場合手数料を除いて、その全部市場に回るわけじゃん。だからまあ、なんだろう、世界で一番賭場がでかいギャンブル。で、手数料が低いギャンブルっていうのが、俺の FX の考え方。
で、賭場がでかくて、手数料ビジネスが少ないわけじゃん。要は、テラ戦が少ないわけじゃん。だから、勝てる人と勝てない人、勝てる人がいるっていう。そうそう、ゼロサムだからね。だから、あれを仕事にすることは、まあ、頭のいい人とか、キャリアのある人だったら可能かなとは思ってるけど。フォローありがとうございます。新しいフォロワーさん、お前のことが嫌いださん、フォローありがとうございます。おやすみなさい、欲しかった。え、嘘。おやすみなさい、欲しかったってどういうことだろう。トモさん、おやすみ。ゆっくり休んでください。今から寝るってこと？おやすみなさい。トモさん、おやすみなさい、欲しかったってどういうことだろう。おやすみ。おやすみなさいのコメントがないから分かんなかった。寝るのかな、これから。もう寝ちゃうの？はい、トムさんおやすみ。よくわかんないな。雨すごいな。フリフリがふわっちに映ったのも大きい。フリフリって誰だろう？わかんないな。リスナー受けする取引してる。しかもなぜか最後には勝ってる。おお、強いんだね。強いんだよ、多分。フリフリっていう人がいるんだ。有名な FX。FX 系の人全然見ないかな。FX で知ってる人は、福ちゃんっていう人に、よく見に行ったけどね、雑談がめっちゃ面白いんだよ、福ちゃんさん。福山さんっていう人なんだけど、福山さんの FX は FX 配信じゃなくて雑談が面白いと思ってよく見に行ってた。あの人すごい面白いよ。あ、ふわっちでやってたんだ。福ちゃんさんがコメント打ってくれて、ふわっち来てくださいよってお願いしたんだよ。考えとくわーって言ってたけど、検討しておきまーって言っていなくなっちゃった。あ、そうなんだ。後で探してみよう。閲覧取れてた？福山さん。閲覧取れるだろうな。大手だからな。あ、それこそね、関慎吾とかも復活すればいいのにね。そんな閲覧多くなかったんだ。時間帯が悪かったのかな。初っ端の出だしで結構決まるからね、ふわっちは。いい思いしたら、ああ、やり続けようと思うし、出鼻くじかれると、ああ、やめとこうみたいな。いやー、今月稼ぎ悪いんですよ。今月稼ぎがめちゃめちゃ悪くて、ふわっち来てから最初のスランプで、やばいなと思って、ちょっと原因が何かつかめてなくて、自分の中で。ちょっと苦戦してるんですよね。ずっと調子良かったんですけど、何なんだろうなと思って、そこが謎なんですよね。いい配信も何個かあったんですけどね、今月。いまいちなんか手応えがないっていうか、難しいっすよ、やっぱり。なんかね、ふわっちの面白いところが、ニコ生的に閲覧とコメントがバーって来るときってアイテム少ないの。で、こういうダラダラっとした、まったりっていうのかな。そういう時ほど花火が上がるんですよ。だから難しい、本当に。だから、ちょっと肩の力入りすぎてんのかなとか思ったり。ダラダラ配信。いや、かそってる方がね、ぶっちゃけアイテム飛ぶんだよ。リスナーさんと、コアな話とか、
ゆっくりまったり話できてる方がね、できるんだけど、なんかダメっすね。このまま落ちていったら、どうしてこうみたいな。マジで参るよな。それがまあ、今の僕の課題ですね。これ、金取れなくなったらプロ名乗れないかんね。アマチュアだもんね。参ったよ、本当に。何があったんだろう。全然原因がわかんねえ。課金リスナーの割合がふわっと全体で減ってる気がする。今月はね、全体的にみんなやっぱ売り上げ悪いとは言ってる。全体的に苦戦はしてるのは事実なんだよ。みんなやばいっていう感じ。それは本当だ。3月だからね、あんまり俺の配信がどうこうって考えるんじゃなくて、ふわっちがちょっと調子悪いなっていう風に考えた方がいいんじゃないともアドバイスもらってて。生活保護受けてないですよ、僕は。受けてないです、受けてないです。佐野に持ってかれてる？いや、あれは全然さ、ちゃんまんはちゃんまんで固定のファンいるから、かぶってないし、かぶってないっていうか、向こうがでかすぎてさ、みんな登録してるでしょ。ちゃんまんと肩並べるほどうぬぼれてねえぞ、俺。でも、そうだよな。もう昔からしたらさ、イスワン、ウナちゃんと1位、2位でさ、ねえ、やるっていうことも絶対ありえない現象だったけど、ちょっと変わったよね。やっぱ3年間積み重ねてきて、ねえ、そうやってウナに持ってかれるんだよって比べられるようにね、なるぐらいにはなったっていうことは嬉しいことだからね。成長した証ですよ。いや、生活保護受けてただね。生活保護受けてたんだけど、もう、とっくに、もう受けてないですね。生活保護はもう、抜けてます、僕は。特命係長を味方につけろ 何者かわかんないのに、どうやって味方につけんだよ 特命さんね。どうやって味方につけるんだよ めちゃくちゃでしょ、本当に でも大事なんだよね、そういうの。ふわっちで課金するより直接もらい出したんじゃない？俺が？俺は直接1回もらったのは、なんだっけ？今回のね、なんだ？サンドバッグじゃなくて、パンチのグローブとか、ああ、弦楽器聞こえる。パンチのグローブとか、キックとか、そういう機材で直接はいただいたりはしたけどね。でも、それ以外はないよ。理由のないものは、直接いただかないっていう。それは全然公開してるから。全然公開してる。誰からもらったとかは言わないけどね。YouTube、今でもやってるよ。今でもそれで何万か入ってきてるよ、YouTube で。だから YouTube と、ふわっちの合計金額で、半分持ってかれるのは直接くれってことになるんじゃないかな。俺は、正直言うと、ふわっちを経由した方が、気は楽。それはある。なんでかっていうと、利害関係が絶対生まれるから。直接金のやり取りは。俺はあんまり、直接金、理由がなく、直接銀行に振り込んでとかは嫌だ。それは嫌い。
配信のあくまで対価で、面白い配信だったよみたいな感覚で、チップもらえたら嬉しいなっていうことをずっと言ってるね。面白かったらチップしてみたいな。で、なんかその面白かった分に見合うだけチップしてっていう、それ以上に期待されちゃうと、次気軽に来れないじゃん。気軽に来てもらえて、あ、よかったよ、今日の配信、みたいな。いい暇つぶしできたわ、みたいな。だからさ、飲み屋とかに行ったらさ、要はバーテンと喋る代金じゃん。バーに上乗せされてる金額って。要は家で飲んでても安く飲めるわけじゃん。それで500円チップあげても全然安いわけじゃん。バーとか他のところに飲み行くより家飲みしててさ。そういうなんか大人な感覚で放送を見てもらえると嬉しいなっていうのはいつも言ってるのよ。要はもともとキッズ受けする配信じゃないからね、俺は。ニコ動の時は直接だね。それしかなかったからさ。やり方が。あると思うよ、やっぱり、それは。それが嫌な人は匿名で花火投げるはずだから。絶対あるでしょ。社交心っていうんだって、そういうのって。だからいい仕組みだと思うよ、ふわっちのその、アイテムで目立つコメントを打てるっていうのは。でも、実はニコ生も同じことやってんだけどね。月額課金すると、色コメ打てるとかやってるわけだから。ビッグ文字が打てるとかさ。わかりづらくやってるだけで、理由は一緒だよ。自己顕示欲。自己顕示欲なのかな？俺はそうは思わないけど、むしろ俺は金払う方が普通だと思ってるから、何かをサービスを利用するっていう時に、なんかね、インターネットの人ってタダになれすぎなんだよ。今、ふわっちはちょっとホストっぽいところあるよね。なんか何でもタダでやってると思っててさ、日本人のそこは悪いところだと思うよ。外人とか西洋人、資本主義に慣れてるところのチップは必ずするでしょ。俺、ストリートパフォーマーとかで、あ、こいついいと思ったら絶対チップするようにしてるもん。絶対するね、俺は。金ばらまく、金をね、出す習慣をつけないとと思ってるから。いいパフォーマンスしてる人には絶対やる。ちょっとでもいいと思ったらね。つまり配信者が多くなりすぎて全体のパイが大きくなった。それはいいことだと思うよ。配信者のパイがでかくなって、マーケットがでかくなることは、マーケットがでかくならないと、ビジネスチャンスは広がらないわけじゃん。だからね、俺はマーケットがでかくなることっていうのはすごいいいことだと思ってるよ。すごいいいことだと思ってる。それで合ってるよ。それで正解だよ。配信者の増えるスピードにリスナーの増え方がついていってない。いや、そんなことない。逆逆。ふわっちは逆に配信者が少なくて、リスナーがめっちゃ多いの。だから穴なの。需要と供給がちょうどいいバランスなのよ。全部タダにさせたい人って大体主婦か学生。そうなんだよね。そうなんだよ。でも、うちのリスナーさんは学生は本当に金払わないけど、まあ学生いないよね。俺がブロックしてるからめんどくさいから。学生はもう本当にリスナーいらないと思ってて。主婦の人は投げてくれますよ。全然。むしろ、でも最近主婦のリスナー減ったよね。なんでなんだろう。女性リスナーがすごい減った。ここ1ヶ月、2ヶ月ぐらい。全然わかんない。女性からの支持がなくなったね。何なんだろう。結構男の人がメインになってる気がすんな。
女の人がコメント半分以上だったのにな。ワドギャルズどこ行ったんだろう。比例しないね、全く。それは証明したのはアイラとかだよね。そう、アイラも言ってたもん。閲覧稼ぐときと、アイテムを稼ぐときはやり方が全く違うって言ってた、アイラは。正解だと思う。おはようございます。お、エージェントさんだ。おはよう、お久しぶり。エージェントさんいらっしゃい。どうも。最近どうすか、調子は。フワッチあんま来なかったっすね。爆投げしてる人は俺は女性男性あんまり関係ない。ただフワッチで100万超えの人がみんな言うのは女性だっていう、女の人に囲われないとフワッチはダメって言われてて、俺は男性女性半々ぐらいですね。むしろ男性の方がちょい多いかもしんない。ゲルゲが実験だはず、実験なんかしてないと怒ってた。何の話って感じだよね。何の話？オワコンでしょ、オワコン。ウナのバーターでしょ。病気だよ、あれ。病気、病気。
でも兄弟とセックスとか考えられないよね。みんなさ、自分と同じ顔したさ、女とさ、やりたいと思わないでしょ。結構病気だと思うよ。近親相姦とか。絶対ないわ。妹顔そっくりだからな。妹顔がそっくりなんだよね。なかなかなメンヘラだと思ってるよ。いや、ゲルゲがって言ってるじゃん。ゲルゲの話。ゲルゲの話。佐野って妹姉がいないからそういうふ化しできるんだろうな。普通はありえない。ありえないと思うよ。だって兄弟いる人だったら絶対わかるわけじゃん。100%ないから。あ、でもね、友達にいたんだよな、一人妹できてるやつが。でもそいつはやっぱ異常性欲者で、なんか、そいつはお父さんにフェラチオさせられてたり、結構性癖が歪んだ家庭だったの。妹をセックスしてるやつはいたけど、そいつ自身もお父さんにフェラチオしたりとか、結構やばい家庭だったから。いるいる。いるけど少数だよ。本当にごく稀な人たちだよ。いないとは断言できないけど。だから普通の感覚で言ったら、自分と同じ顔したやつは抱けないよね。なんで引退したの？出しちゃいけない名前出したっていう噂だよね。サンマンは。なんか組の名前語っちゃったっていう。出しちゃいけない名前出して詰められたっていう話だよ。詳細わかんないよ。本人じゃないから。でもまあ、そこら辺だろうなっていう。そこら辺が濃厚だ。あ、でも戻ってきてくれて嬉しいけどね。俺はあの人きっかけで配信始めたわけだから。ちゃんまいなかったら配信やってねえから。憧れの配信者うなちゃんまんって多分俺ぐらいだと思うよ。言われるもん。金梅さんに憧れてとか、永井先生とか、いろいろいるけど、ちゃんまん派閥で、ちゃんまんの放送を見て俺も配信者になろうって言ったの俺ぐらいじゃないの。あんま聞かないでしょ。結構レアケースだと思ってるけど。俺は YouTube で偶然、シャンマンの、あれを見たんですよ。いや、便利や ATM っていうか、すごいと思うよ。やっぱりお金持ちの心を射止めたわけだから、金持ってて、もう、要は、マスさんなんてさ、お金、もう、ふんだんにあるわけですよ。大金持ちですよ。事業に成功して。で、その人の心を掴んだっていうのがでかいんだよ。おはよう。それは才能だから。あんなにメロメロにさせてるわけだから、それはスキルだと思うけどな。絶対切れてないもんね。絶対切れてないと思う。裏で絶対つながってると思う。ずっとじゃないとあの生活できないっすよ。絶対できないよ。それは才能だよ、配信者としても。金持ちに可愛がられるっていう。だってさ、俺らみたいなのってさ、要は芸人なわけじゃん、昔で言うところの。今一番新しい芸人なんだよ。
新しいジャンルの芸人、歌舞伎役者とか落語家とか。昔はさ、今でこそ伝統芸能になってるけど、昔なんてさ、不良が見るもんだったわけじゃん。歌舞伎とかは庶民の遊びだったわけだから。一昔前で言うと芸能人だでしょ。新しい芸能人なんだよ、だから配信者っていうのは。ネットが配信伸びたのはスマホの普及あるようです。それがもう確実ですね。だからニコ生が負けたのはそこでしょ、ツイキャスに。俺は単純にパソコンユーザーとスマホユーザーの数でニコ生は負けただけだと思ってるから。スマホだと見づらいもん、ニコ生。若い子は手軽にさ、ワンクリックでできる配信サイト欲しいよ。ニコ生で簡単配信です。っていうかパソコン持ってないから、若い子は。パソコン持ってないっていうのを、だからもう完全にあぐらかいてたんだよね、ニコ生は。もったいないよ。もうだから株売って角川に売ってさ、逃げ切ったわけだから。最初のベンチャー経営者たちは株持ってる。もう伸ばす気ないでしょ、ニコ生を。もう利権になってるからさ、あれは。だって、あれでしょ？ひろゆきって夏野より株持ってんでしょ？ドワンゴの。ドワンゴっていうか、二ワンゴか、もともと。相当儲かったんじゃないかな。いや、湧くでしょ。レジェンドだもん。まあ、今、そのキャンペーン中っていうかさ、ここ一週間はやっぱ、出戻りボーナスがあるから、いいと思うよ。まあ、落ち着いてくるんじゃん、来週あたり。まあでもなんだかんだ言って、配信の真ん中にいる人だからね、ど真ん中に。影響力はでかいよ。俺なんか、真ん中からちょっと外れてるわけだから。そう。たまにね、真ん中に入る時もあるけど、沸かせる配信やり続けたら。ただ、普段の雑談で安定的に影響力あるっていう配信者ではないからね、俺は。レジェンドとは程遠いよ。大手配信者でもレジェンド配信者でもなくて、俺の場合あくまで有名配信者だと思ってるから。有名とね、大手は違うんですよ。ニコニコは動画がメインだから。でも生放送は他に撮られてる。そうだね。まあ動画がメインだね。生放送はもう完全にツイキャスが一番でしょ。まあニコ生はもう捨ててるんだと思うよ。ニコ生で伸ばそうと思ってないっていうのは正解だと思ってるよ。だからフワッチがね、新しいビジネスモデル作ったから、俺はこのサイトにかけてるんだよね。配信者に半分与えるっていう。金回りがいいでしょ、フワッチは。だから、そこってニーズがあるっていうことで強制してないじゃん。だから、実はお金を払うことが喜びな人っていっぱいいるんだよ。貧乏人はお金払うことは嫌いでも、お金払うのがお金持ちの人は喜びだから。だって自分が気に入った配信者を育てたいっていう感覚あるでしょ。みんなが100億円、100億とまで言わなくていいか。例えば5億円持ってるとしたらさ、ちょっと和道に花火一発やろうかって余裕が出るでしょ。LINE チャンネルはお金もらえるって言って始めたけど、なんつうんだろう。配信者としてのバックボーンが全く有効じゃないから。あれは LINE に登録してあるアカウントの数で決まるから、俺はもうすぐ撤退したね。意味ねえや、これっていう。あんまり良くなかった。要は、なんか、配信を知らない人たちがやってるっていう感覚だったね、LINE ライブは。あと、電通博報堂とかが完全に噛んでるから、テレビの制作会社がメインでやってたのね。だから、ここと勝負する気はないわ、と思って。だから、俺らの島じゃないっていう。だから、それはアベマ TV も全く一緒で。要はね、あれはね、テレビのインターネット化なんですよ。芸能人とか使ったりとか、番組の構成とかはプロのやり方でしょ。俺らとは全然畑が違うよね、やっぱり。俺はもっとなんか土佐回りみたいなことやってるわけだから、興行だからさ、あ
100まで。お、トモさん、あれ寝たんじゃないの。私の好きな和道さん、配信は一つの話題に集中するよりもいろんな話題に展開していく盛りだくさんな雑談配信が得した気分になりますよ。お休みのつもりが。 ありがとうアドバイス。そうなんだよね、俺は深掘りしすぎなんだよね。そうなんだよね。っていうかね、あのコメントが少ないんだよ俺の放送。結構ね、あのゆっくり聞いてくれる人が多くて、話題がね結構集中しちゃうっていうのがあるんだよね。あのコメントを拾って話題って広がるんだよ。そうだから佐野の話で引っ張りすぎなんだよね。そう、肌に合った配信サイトで、俺ねふわっちは本当俺に合ってた、合ってる。でもね最近ねちょっとね本当にねずれてるんだよマジで。ちょっと俺大丈夫かってなってるね。あーふわっちベストだわって思ってたんだけど、正直言っていい？結論から言っていい？多分ね、俺ね、飽きられたんだと思う。和道、飽きたわってなってると思う。要はね、手の内がバレたんだよ。手の内が完全にバレて、喋りうまいけど、だいたいこいつ分かったわ、みたいな。2、3ヶ月見たけど、分かってきたわっていう。だから新しいことやんないとダメなんだよね。だよね。そうだね、盛りだくさんのさ配信できるように頑張るよトモさん。でも私の好きな配信、あ、私の好きな和道さん、配信は一つのっていう言い方が嬉しいよね。ありがとう、本当に感謝するよ。アベマは失敗したってね。あのね、こういう、例えばね、それはどこを失敗だっていうかっていうと、多分、会社の経営者って売り上げだと思うんだけど、みんながびっくりする話を一つ言うとするなら、YouTube って未だに赤字なんですよ。でも失敗かどうかっていう話なの。これはね、最近の経営学で、スケールフリーっていうビジネスモデルが出てきて、メインコンテンツを無料化するっていうのが、インターネットが始まったから、それが主流になっちゃったの。で、どういうやり方をするかっていうと、インターネットの世界って、シェアを取ったら勝ちなんですよ。どのジャンルでも。例えば、アマゾンと楽天、どっちが勝ったかって言ったらアマゾンなんですよ。で、配信サイトで言ったら、どこどことかさ、その動画サイトで言ったら YouTube、検索サイトで言ったら Google とか、要は、一個の会社がズバ抜けて儲けて、他の会社がズバ抜けて儲からないっていうビジネスモデルなのね。インターネットの世界。それは検索エンジンが上の方から検索された方が有利だからっていうことなのね。で、タダでやると。そうすると、シェアを取りたいからどんどんいいコンテンツを無料化していくの。そうだよね。その無料の方が、人が集まるから。で、なんで YouTube が未だに赤字なのか。経営としては今失敗でしょ？だけど、Google っていうのは上手くて、要はあれは投機対象になってるの。俺らは YouTube っていうものを一回シェアを取りますと。世界一の動画サイト作りますと。で、動画サイトっていうのはもう20年、30年安泰するような、テレビみたいになるようなものなんですって。だから出資してくださいって言って集めるわけよ。じゃあその出資を集める担保になってるのはっていうと、我々は Google を作りましたと。だから Google っていうのも10年間ぐらい赤字だったんだけど、要は資金が最初に投資してもらう人たちが集まればいいわけですよ。そう。だから、長い目で見てると思うよ。でかい企業は。で、アベマの強いところっていうのはテレビ朝日と提携してんの。だから、あれ、だからテレビ局と癒着が強いと言ってもいいんだよね。うん。配信者の課題は雑談だとネタが毎日続きにくい。雑談大変だよ。本当に。だから、若手の頃、それこそ最初の1年っていうのは、まあ、パソコンとかモニターがあるわけですよ。で、そこに付箋で話題を全部貼ってた。俺ができるトーク。付箋をバーって貼っておくのよ。で、コメントが来たらこれ拾える、これ拾えるとか。あとネタ帳も書いてたよ。頭の中にずっと入れておくの。ストックしておくのよ。
そうすると何ができるかっていうと、ちょっと近い関連のワードが出てきたときに、リスナーさんがこの話題っていうのを言ったときに、その話題ピンポイントでできるのが一番いいんだけど、ちょっと外してもリスナーさん喜んでくれるわけよ。コメント打ってくれた人は。で、今は付箋貼らなくても自分の得意なジャンルとかを頭に入ってるから、それはできるようになってる。あと一番強いのは経験を語ること。そう。経験は一番強いから。だから、なんつうんだろう、雑談配信者ってプライベートなくなっていくでしょ。あれっていうのは何なのかっていうと、結局ね、自分の情報を身売りしてるんだよ。だから俺らは、情報、自分の頭の中、だ風俗嬢だよね。風俗嬢は体売ってるけど、俺らは記憶を売ってるんだよ。もうボロボロだから、メンタル。メンタルを切り売りしてるんだから。だから配信者のこと、今度から風俗嬢だと思ってください。ネット復活した。笑う金太郎さんいらっしゃい。俺らは自分のプライバシーを売っていってるんですよ。俺らにプライバシーなんかないから。残念なことに。和藤さんの話が明日の私の話のネタになってました。ベルルッティして得したことがあります。ああ、そうなんだ。いや、ベルルッティは正直言うと、俺はもう古いブランドだと思ってるの。ベルルッティかっこいいっていうか、2だったのって、何年ぐらい前かな？ 7 年ぐらい前なんだよ。っていうのも、青山にしか本店がなかったの。だから、ベルルッティを知ってる人って、本当の金持ちとかだったんだよ。もう流行り物大好きみたいな。今はね、結構店舗数増えて、雑誌とかにも広告打つようになったし、取材されるようになったから、結構その金持ちの中では定番ブランドになってるんだよね。そう。ハイブランドの中でも。だからね、今ね、ベルルッティ持ってても、そう、トレンドリーダーではないって感じかな。ただ、一般の人たちからすると、すごいおしゃれなの知ってるね、みたいな感じだと思うけど、金持ちの間ではもうベルルッティ、お、いいじゃん、みたいな。それくらいだと思う。ただね、ベルルッティ、本当は靴屋さんなんだけど、小物がいいんだよ、あそこ。ベルルッティの靴はね、ちょっと尖りすぎてるんだよね。おじさんの話題についていきました。あ、それはあるね。多分ね、俺の予想だけど、トモさんは、多分、クラブとか、キャバクラかクラブとか、そう、飲みの仕事をやってるんだと思うんだよ。俺、今思ったけど。そう。で、お客さんが金持ちで、財布がベルルッティ使ってたんだと思う。で、あ、ベルルッティおしゃれですねっていうことで役立ちましたっていうことだと思うんだよ。じゃないと、つながらないっていうか、分析力が結構ある方だから、多分当たってるでしょ。これ、お客さんが使ってたんだと思う。でしょ？あと、なんだろうな。まあ、財布もそうなんだけどね。まあ、だから財布でわかるよね。本当に。財布と、あと時計と、靴でわかる。財布とかね、時計はぶっちゃけね、成金の人がつけるんだよ。だから、ロレックスとか、オメガとかつけてるのは、もう、偽時計だよね。フランク・ミューラーも実は偽時計なのよ。あれ、わかりやすいデザインじゃん。本当の金持ちはあの辺つけないよ。持ってるけど、普段常用でつけたりとかしないよね。見栄張る用の時計があるんだよ。もっと。だけどね、見分けがつかないと思う、多分。だからね、大体飲み屋で遊ぶ人っていうのは、わかりやすい時計つけるんだよね。オメガ、ロレックス、あと、ちょっと外しでもシャネルとかつけるんだよね。ホワイトのやつあるじゃん。あと、若い子だとね、ブルガリの定番つけるんだよね。あれは大体なんつうの、成り上がり系とキャバクラで見栄張り系だよね。あとね、一番ね、水商売で侮っちゃいけないのは、本当の金持ちの、本当の身なりと、本物の金持ちは、
全然小汚い格好してるから、本当にこれ覚えといた方がいいよ。本当にぶっ飛んだ金持ちって。俺ね、これ水商売やってる時に教わったんだよ。あ、水商売じゃないわ、これは社長やってる時に教わったんだ。六本木歩いてたんだよ、仲間と朝方飲んで朝までいて、六本木に。で、その当時六本木すごい活気があったのね。で、その時にその社長やってた仲間うちと飲んで遊んでたら、六本木、例えば今視界に入ってるこの中で一番金持ち誰だと思うっつって、俺はギラギラのスーツ着て、もうフェラーリブーンって来たら、こいつって言ったの。もう絶対そいつって言うんだよ。もうフェラーリブーンってギラギラなの。あいつが金持ちでしょって。そしたら、そのビジネス上手い先輩が教えてくれたのが、違うよっつって、あいつだよって言ったの。そしたら、見るからに汚いジャージ着てるおっさんだったの。で、なんであの人がこっちのフェラーリよりも金持ちなの？って言ったのよ。そいつの分析が面白くて、分かってねえなと。まず連れてる？要は散歩してたの、汚いおじさんが。犬連れて。で、バッカでかい犬2匹連れてたのよ。で、なんでか教えてやるよって。あれは、要は成り上がりだと。要はヒルズ族だと。だけど、こっちのおっさんは小汚いジャージ着てるけど、この辺に住んでるんだと。要は、あのでかい犬を長距離走らないだろうって。っていうことは、この辺に住んでるやつだと。で、六本木の時価を考えろと。で、あと、狭いワンルームにあの2匹飼えるかって言ったの。明らかにでっかい家の土地持ちなんだと。だから、質的にはこっちの方が金持ちの確率が高いって言った時に、こいつ頭いいと思った。要は、そいつは経験則で金持ちと会うことが多かったからわかるんだよ。バッグコンビニ袋でした。穴開いてたのでガムテープでつけてあげないよ。本当に本当に。そういうもんだよ。要はね、本当の金持ちっていう言い方あるかもしれないけど、日本の場合って本当の金持ちって成り上がりじゃないんだよ。要は、土地持ちとか家が会長とかの、要は、なんつうの、家系なんだよ。だから、その、見栄張るっていうことがくだらないっていうことを分かってるの、本当の金持ちって。で、ベンチャー屋さんは見栄張り商売なの。見栄が悪いとか悪くないとかいう問題じゃなくて、これはもう気質としてそうなんだよ。要は気取らないんだよね、本当の金持ちって。それ年齢によるだろう。年齢っていうか、俺の見てきた感じだと、年齢っていうよりも、その、成り上がり系の人なのか、要は見栄張りビジネスをやってる人なのか、要は、もう資産を持ってる人なんかの違いかな。で、資産持ちの方が強いね、やっぱり。年齢にはよらない。同じ年齢ぐらいでもね、やっぱ違うよ。それはね、未だに当たる、俺。芸能界もそうだけど、10年スパンで見るとタレントの顔ぶれ変わってくるからな。飽きられないようにするのは大変だね。俺はね、それね、ライブハウスやってる時に教わった理論っていうのは、実は、俺持ち込んでて、ライブハウスやってる時に言われたのが、音楽のシーンって10年周期で回るんだって。12年って言ってた。12年周期でぐるーっと回るの。それはなぜかっていうと、フォークシングを子供の頃聞いてる時は、新しいフォークシンガー、要はプロとして育つ頃には、12年かかるんだって。だから、ジュークとかユズが流行ったじゃん、フォークが。その12年前をたどると、要はそいつらがガキの頃をたどると、絶対フォークシンガーが当たってると。で、ビジュアル系が流行った時期あるじゃん。ルナシーとかグレイとかラルクとか。あの前の世代ってやっぱ X とかだったり、その前氷室とかだったりするんだよ。っていうように、パンクが流行ったり、メロコア流行ったり、テクノが流行ったりっていう12年の周期があるんだって。いや、歌謡曲が流行るとか、ダンスミュージックが流行るとかあるんだよ。で、その流れを追っかける、アーティストっていうのは絶対潰れるって言われた。要は、自分が器用貧乏みたいな感じで、今パンク流行ってるからパンクやる、今ポップス流行ってるからポップス、フォーク流行ってるからフォークやるって、コロ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 変える人っているの。これはまず大成しないんだって。そうじゃなくて、12年の周期が必ず来るのを分かってて、自分の得意なジャンルを磨いてるやつが強いって言ってた。だから、音楽に限って言ったら、実はその20代前半とかよりも30代とかでも実は当たるジャンルだから、25とかでも。だから、その周期と、周期、要はトレンドが来た時に一番上のジャン、実力になってると強いよって言われた。
で、配信もスタルスタルって言われながら、結局配信サイトはどんどん入れ替わっていくけれども、配信者自体は変わってないじゃん、顔ぶれは。だからそこは、そのジャンル、いろんなジャンルの人たちが強いからだと思うよ。それが俺の考えかな。トレンドを追っかけないっていうか、あくまで自分の持ち味を磨いておいて、そのトレンドが来るのを待つみたいな。それが多分王道だと思うよ。新しいフォロワーさん、竹丸さんフォローありがとう。ベテランが第一線で頑張ってる人多いよね。若手が伸びない。それはね、やっぱりインターネットの特性で、さっきも言ったけど、先行者利益って言って、一回一番取っちゃうと一番で居続ける仕組みが、インターネットにあるからだね。要は閲覧多い方を配信サイトは囲い込みたいわけですよ。コンテンツホルダーとして、要は客が多い人をがっちりキープしたいわけでしょ。だから1位とかにするわけですよ。で、そうするとだよ。例えば面白さが100。配信今日初日で面白さ100と、配信歴10年で面白さ100。本人の内容だよ。コンテンツの内容が面白さ100だとしても、10年やってる方がフォロワー1万人いるわけですよ。ってことは、スタートダッシュした時に、閲覧1で面白さ100だとしても、1万で100の方が上なのよ。極端な話、面白さ10で1万人のフォロワーいたら、こっちの方が強いのよ。これが配信の世界の。そう。だから、要は1回トップ取ると楽なんだよね。そう、タバさんの言う通り、若手を伸ばそうっていうよりも、若手を伸ばすよりも、太い、その、コンテンツとか客とかフォロワーを持ってる人を囲い込んだ方が、配信サイトとしてはいいってことね。竹松さん、ありがとうございます、コメント。よろしくお願いします。そういうこと。若手を伸ばす必要ないんだよ。要はね、配信サイトの、要はツイキャスとかフワちゃんとかニコ生、何を戦うかっていうと、コンテンツホルダーをいかに抱え込むかなんだよ。それがフォロワーが伸びるっていうことだから、それはわかるでしょ。そう、フォロワーを先に増やしても意味ないんだよ。例えばさ、インスタグラムっていう写真のサイトを流行らせますって言った時に、写真誰も投稿しなくてフォロワーが10万人いますってありえないじゃん。まずは写真を投稿してもらうところから始まるでしょ。配信サイトで言うと、いうところで言うとさ、生放送する人がいないと話にならないんだよ。それ自体が強さなんだよ、配信の。キャスの強さっていうのは、リスナーの強さっていうよりも、配信者の数が膨大にいるからリスナーが付随してついてきてるっていうところがでかいと思う。後発はやりづらいんだよね。だからそれを切り返すぐらいの力はフワちゃん持ってると思うよ。ベテラン30っていうかね、多分ね、俺の年齢が32歳なんだけど、石川紀之、春日、野田ゾーリ、関慎吾、柴田とか、この辺が俺、タメなんですよ。で、一個上の世代って、ティロフィナーレ香川とか、鮫島さんとか、要はね、1985年とか84年って、当たり年って言われてんだよね。なんか彗星かなんかが落ちて、クズがいっぱい生まれたんだろうね。北極かなんかにドーンって落ちて、なんか、ゴミクズが生まれるウイルスが拡散されたんだと思うよ。この年。そう。っていうのもね、なんでこの世代面白いかっていうと、昭和と平成の垣根の年なんだよ。だからちょっと昭和の匂いがするんだよ、こいつらって。で、こっから先はね、実は俺の後の世代ってゆとり教育始まった世代の。だからゆとりのやつは面白くないんだよ、正直言うと。要はね、ギリギリ最後の世代なの、ここは。昭和の。だからね、尖ってるんだよ。で、親がバブル経験してるから、いや、アマちゃんが多いんだよ、この世代は。ベテラン、まあ、でも配信界でいうとこのベテランって放送歴だからね。実は年齢あんまり関係ない。放送何年やってたかで先輩後輩決まる世界だから。俺なんかまだまだね、やっと若手が抜けたぐらいじゃん。やっと名前覚えてもらえて、あ、和道ねっていう。
なんか最初3年目ぐらいまで若手扱いだったよ、ほんと。最近そんな扱いされなくなったけどね。だから自己紹介が必要なくなった時が若手抜けた時だと思ってるから、3年間やっぱ自己紹介ずっと必要だったもん。私こういうものですみたいな。今必要ないじゃん、ぶっちゃけ。ロハコさんとベロチューした人ですって言わないでしょ。知ってるって言われるでしょ。そんな感じだよ。あと、レジェンド配信者とか大手配信者になる条件っていうのがあって、中堅と大手配信者の明らかな違いってみんなわかる？何が違うか。中堅のやつって中堅長いじゃん。大手になかなかなれないでしょ。で、中堅と大手の違いって人数じゃないんだよ。これなんだかわかる人いる？この中に。これはね、結構俺の分析の中ですっごい的を得てると思うよ。これみんなね、確かにって絶対言ってくれるから。絶対言う。俺分析力だけはね、半端じゃなくあるから。外したことないもん、こういうの。柴子さんいらっしゃい。風邪最悪ですね。治ってないですね。むしろ悪化してってます。熱が出始めました。俺は大手になれるかどうかは今年次第だね。本当に俺は今年決まると思ってる。自分が大手になれるかどうかは、まず全然中堅、中の中ですよ。全国営業に回るといつか会えるかもとアイテムくれる人が。あ、全国回るのは登竜門だよ。それはね、もうロジカルに理屈があるの。全国回るのは登竜門。それでこけるかどうかだね。それで大手になれるかどうか。あと、まあ、俺の場合、捨て頃。捨て頃と旅配信が、もう今年勝負だね。一生決まるだろうね。今年の動きで。大手とね、中堅の圧倒的な違いは、名前を言った時に、あの配信した人ねっていう人だよ。要は、記憶に残る配信があるはずなの。神回って呼ばれてるやつね。中堅配信者って、みんなの中で誰っていうのある？中堅配信者誰か名前出してみてよ。そうすると、名前出しても、この配信やったっていう神回がないはずなんだよ。全員。要はね、勝負弱いんだよね。で、大手になる人って絶対に持ってるの。この神回って呼ばれてるもの。これでかいよ。要はね、トークスキルとかじゃないんだよ。中堅まではトークスキルであったりとか、なんだろう、喋りとか、要はそつなくこなせれば中堅までは絶対誰でも行くんだよ。そこをね、一皮むけるのがすごい難しいの、配信は。要は伝説の配信みたいなもの。絶対持ってるから、大手配信者は。みんなが知ってるみたいな。鶴の神は、鶴の神はね、俺一発屋タイプだと思ってる、鶴の神は。これ悪く言ってるわけじゃなくて、実は鶴の神とめちゃめちゃ仲いいし、すごい古いんだよ。お互い過疎の頃から。だけど、鶴の神は良くも悪くも一発屋タイプだと思ってて、見習うんだったらコンボを出さないといけないんだよ、神回の。だけどね、性格いいんだわ、鶴の神。でもまあ、最近調子いいよね。サノッチはだから神回ないでしょ。定番の配信一個もないでしょ。そこがだからサノッチの弱いところなんだよ。これだっていう配信一個も持ってないんだよ。だからね、要はね、そつなくこなしてるだけなんだよ。二番煎じなんだよ、あくまで。誰かのバーターでしょ。配信者としては致命的だよ、それは。要は花がないって言われてんのと一緒だからさ、それは。俺、鶴の神は中堅に入ってないと思ってるよ。
鶴之進は中堅じゃないと思ってるよ。バール事件はだから一発屋なんだよ。だからノブとかと一緒でスターバックスに爆竹投げたとかさ、皇居のお堀にバブ投げたとか、要はマッチポンプで炎上したとか、母親にぶん殴られてボコボコになったとか、一発屋タイプなんだよ。だからここは何を言ってるかっていうと、神会を作ったから大手になれるわけじゃないの。神会は実は誰でも作れるの。そうじゃなくて、ある程度の中堅までのし上がれる実力があって神会が結びついてないと意味ないの。わかる？企画力が一番あるのは、うん、そうだな、便所太郎さんとか香川さんだと思ってるね。あと石川の隆起あたりかな。知能タイプね。カズさんバーガーありがとう。あとゴロリさんも企画強いね。でもまあ今回の動き見てて、俺は便所太郎さんがズバ抜けて企画力あると思ってるね。企画力やばい、ズバ抜けてる。巻き込み方が半端じゃないもん。多分便所太郎さんより企画力ある人見たいないんじゃないの。こんなにワクワクするそのイベント打ち出してるの便所さん以外いないでしょ。俺、便所さん今回才能めちゃめちゃ開花したと思ってるよ、うん、ぶっ飛んでると思ってる。ネバネバしたさ、痰とか何なんだろうね。痰とか鼻水とか突っかかるっていうかさ、なんか多分あれなんだろうね、あの免疫かなんかで殺した菌みたいなのが多分出てるんだろうね。菌っていうかなんか死骸みたいな、菌が入らないようにしてんのかな。何なんだろう、肺が苦しいんだよね、痰が絡むっていうか。呼吸ができないのが一番、今までは売名だけのイメージがあった。誰が？そうめんさんいらっしゃい。誰が？タイムラグすごいのかな、結構ラグってるのかな。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10秒ラグか。そうでもないな、そうでもないね。
便所。だから今回企画すごいと思った。楽しみです。俺全然売名のイメージなくて、あのね、それね、ちょっと語弊があるんだよ。便所さんって売名っていうよりも他の人の話題をすごい出す人なのね、便所太郎さんって。で、それは何でなのかってね、今だから俺分かることがあるんだけど、便所太郎さんってもともとニコ生のリスナー歴すっごい長い人なの。だからリスナーの感覚が抜けてないんだよ、便所太郎さんって。要は配信者がこんなことになってるよって拡散する人っているじゃん、リスナーさんの中に。要はハトをする人で、要はね、あの感覚なんだと思う。それの配信者版だから、でっかいハトなんだよ。そう言われるとわかるでしょ。あ、確かに売名って感じじゃなくて、要はでっかいハトだと思うと拡声器なんだよ、あの人。そう、それはまあ、それが良くも悪くもね、有名にさせたし、悪いって言われてるところかもしんないけど、俺はね、リスナーとしてのキャリア長いからだと思うよ、あれは。あれは便所さんだけがやる特性だよね。こいつ何々だってよとか、こんなことが起こりましたっていう、要はその、なんつうんだ、拡声器の役割だよね。キャスの中で起こった事件を広めるっていうか、まあ、だから誤解があった時とかはすごい叩かれたりしちゃうんだけど、あれはね、売名じゃないんだよ。リスナー目線でこんなことがあったってよっていう、要はその話題ではしゃいでるっていうか、だと思うよ。あれはリスナーの頃の癖だと思ってる。でも俺は別にそこ悪いところだと思わないけど、ただ情報のソースの取り方が荒いなと思うけど、誰々が言ったからとか、俺のリスナーが言ってたからっていうさ、ソースが薄っぺらいところはあると思ってて、でもそこはそれでもう味になってるから、俺はあそこまで徹底してやってたらすごいと思うけどね。また便所さんが広めてるよみたいなさ 面白いじゃん 絶対トラブルでしょみたいな。あれは名物でしょ。風邪ひいた時とかって何飲んだらいいとかある？なんか風邪が治りやすいドリンクとかあるかな？なんかもう喉がイガイガで超 喉がイガイガで超やばいわ。結構やばい。アネトン飲もうかな。蜂蜜流し込むといい。蜂蜜なんやな。蜂蜜を飲むの。これが効くんだよな、風邪薬。こいついくか。こいつが効くんだよ。マジでこんなんでね、リングに立ったらボコボコにされるぞ、俺。甘くてうまいんだよね。ちょうどぴったりか。
それね、アネトンが俺一番咳止めが効くんですよ。痰が切れるようになるっていうか。すごいいいですね。あったかい飲み物か。何がいいんだろう。だから、ゆずとかさ、ああいう系かな。柑橘系のあったかいやつあるもんね。ゆず蜂蜜とかね。ああいうのいいかもしんないね。おー、ハウス。ウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン。後で買ってみようかな、仕事行く前に。仕事行く前にそれ買ってみるわ。コンビニで売ってるっしょ。で、ホットドリンク飲もう。飲みながら仕事するわ。体調がぐだ、でも、あれ、体と心ってリンクしてるよね。体調悪いのがね、多分ね、メンタルやられてるのがあると思うんだよね。すげえ調子悪いもん。体は資本だよな。心やられると免疫落ちますよね。なんだろうね、この心と体のリンクっていう。つながってるよね、すごく。体調悪い時、無意識にイライラしてたりするんだよね。なんかね、最近よく言われるのが、自分はイライラしたりしてるつもりないんだけど、やっぱね、言葉にトゲがあるらしくて、切り返しとかに。なんかイライラしてんの？とか怒ってる？とか言われるね、すごく。そんなつもりないよって言ってるんだけど、なんかカリカリしてるみたい。多分、体が疲れてたりするから心に余裕がないんだろうね。あ、配信者も、体が資本っすよ、本当に。しっかりしないと。心大事よ。でも何なんだろうな。ちゃんと走り込んだりしてるから免疫上がってるはずなんだけどな。毎日毎日走って運動もしてるし、汗流してんだけどな。体重減量成功してね、今ね、78キロまで落とした。腹も引っ込んできたよ。まあ、まだ出てるけど。肩幅とかがっちりしてきたでしょ。T シャツ似合うようになったでしょ。前より。こう、胸板も厚くなって。だから、まあ、デブはデブなんだけど、だらしないデブじゃないよね。体つき変わったなと思って、鏡とか見るとびっくりするときあるもん。体は間違いなく変わった。やっぱ鍛えてるといいね。自分の体がさ、しっかりしてるっていうか、いい体になったことがないからわかんないけど、だん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 服とか、あ、いいなとか思って。ね、もっとウエスト絞ったらジャケットとか着たらかっこいいんだけどね。もうちょっと落とします。大会までに。本当はね、腹筋割るぐらいやったらかっこいいんだろうけど。女の子にモテるんだろうけど。
生まれてこの方モテたことが一回もないからな俺。モテるやつ羨ましいよな。俺バレンタインでチョコを家族以外から一回だけあるか。でも小学生の頃だね。それはノーカウントだとして、まあ一回もないし、女の子に告白なんかされたことないもんな。羨ましいよ。だからその女の子から好きですって言われる感覚がないから、人生で一回も。普通男の人ってあるでしょ、中学生とか小学生とか高校とか大学とかさ、クラスの女子に呼び出されて好きですとか言われたこと一回もないもん。だから女の子にその惚れられる感覚っていうかさ、縄跳び配信見て縄跳びアマゾンに注文しちゃったんですけど、どこに効果出ますかね。もう衝動買いにも程があるでしょ。絶対やらないと思うよ、超辛いから縄跳び絶対使わないと思うよ、どこに効果、全体的じゃんやっぱり。で、あ、足の太ももとかが、でも女の子がやると太もも太くなるよ正直。あ、シェイプアップはするけど筋肉ついちゃうから、まあ、贅肉も落ちるだろうし、ダイエット全般にはいいと思うけど、足は太くなると思う。だから、俺でもね、カモシカみたいな足してる女の人たまにいるじゃん。アスリートかみたいな。そういう足になっちゃうと思うよ。筋肉質な足っていうか。ももだね。ももっていうか、ふくらはぎか。ふくらはぎがギュッてなる感じ。すねと。あとは全体的に体がすごい温まる。女性は難しいよね。どっかを太くしちゃうと体型がバランス崩れちゃったりするからね。いや、みんな服とか見せたいわけでしょ。綺麗になりたいわけじゃん。あんまり筋肉つけすぎてもね、変なことになるし。縄跳びはほどほどにした方がいいと思うよ。だから小学生で100回とかよくやるなと思ったもん。女の人はバランスボールとかいいんじゃん。柔軟性があった方がいいから。体幹も良くなるし、全体的にシェイプアップするし、バランスボールすごくいいと思うよ、女性には。ストレッチもできるし、バランスボールおすすめです。本当はね、俺体幹弱いからバランスボールいっぱいやった方がいいんだろうけど、まあ、この部屋で使う場所なんかないよね、バランスボールね。こんな時間か。今日雨か。なんで俺の放送こんな論戦多いんだろう。すごいよね。アクティブ10ぐらいのコメントでしょこれ。ウケるんだけどマジで。そんなコメントしづらいのかな。どうなの。だってさ、94人見てて1分間コメントないって結構致命的だぜ。コメントしづらいの、なんなのこれ。でも閲覧減るわけでもないじゃん。すげえ不思議なんだけど、俺どうしたらいいの。そんなになんか絡みづらい俺。なんなのこれ。もう本当にわかんねえわ。本当わかんねえ。もう迷走しすぎなんだけど。他の配信者の閲覧100とかのところ見てみたらコメントバンバンあるんだけどさ、なんで俺こんなコメントねえの。嫌いなの俺のこと。
コミュ障 コミュニケーション苦手？何なんだろうこれ。間違ったら怒られそうで、今までコメントしにくかった。俺全然怒らないよ、俺全然怒らないよ。なんだろうね、すごいなんか怒るキャラみたいな、よく言われんだよね。俺いつも言われんのが、これ、なんて言うんだろう、プライベートでもそうなんだけど、必ず言われるのが、怖い人だと思ってましたみたいな、すごい言われんの、怖い人だと思ってましたって。俺ね、それ昔から分かんないんだよね。こんなに温厚な性格ねえだろみたいな。ごめん、作業中だからラジオがある。いや、全然いいんだよ、全然いいんだよ。そぼろさん、ありがとう。森熊さんもありがとうね、みんな込めしよ。なんかね、本当にね、本当にね、困る時があるんだよね。佐野さんに言ってしまいましたよ。あー、どうなんだろう。何？ツーウィンドウで見てるってこと？どうなんだろうね。左に反映されるのが遅い。嘘？何秒ぐらいラグある？今日はトレーニングしないのかな？毎日やるよ。毎日やる。ただ雨降ってると外配信機材壊れるから、今日はちょっとわかんない。今日もやりましたよ、トレーニング。トレーニングはやってますね。だから縄跳びのトレーニングが追加になったんだけどね、それが全く癖があるっていうか、もうきついんだわ。今日は2時間縄跳びやってたよ。きつかった縄跳びは。ほんときつかった。地獄のトレーニングでしたよ。反映されるのそんなに遅いかな。でも別にそんな遅くなるような設定にしないんだけどね。何なんだろう。 今日雨、一日中雨なのかな。今日の天気と。家でトレーニングかな。気温10度。雨時々曇り。おお。降水確率80%。雨だな、今日は。見事にずっと雨だな。雨だね、今日は。体感で30秒近くある。マジで？そんなにラグってる。何なんだろうね。外れサーバー引いたんかな。まあでも全然30秒でも全然拾うよ、コメントは。ゆっくり。体感で30秒は結構ラグいいかもな。少し遅い。あ、そう。あ、ちょっと確かに重たいかもしんないな。まあまあ、まあでも大丈夫ですよ。ラジオ代わりにしてます。なので月額的に花火少ないけど課金することにしました。めっちゃ嬉しいですね。ありがたいです、本当に。みんなの支えがあって本当食っていけるんで。なんかでもね、配信で食っていくっていうのはもう本当になんかすごい時代だよね。こんなジャンルないよね、 YouTuber とか。だってインターネットでカメラの前で喋ってて、それで生活ができるってさ、意味がわかんないよね、正直。ネットがなかったら絶対できないことだよね。ありがたいよ、本当に。今測ったら53秒。マジで？それラグりすぎだね。一回更新する枠切って。一回枠切って更新してみる、じゃあ。じゃあ一回枠切ります。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。